おはようございます。ドライブ旅最終日です。朝の芦ノ湖が綺麗ですね。本当ですね。これには男とももうっとり。では花織の朝食を存分に堪能し、全部うめえ、テラスで記念撮影。こうして誰得なのかわからない男だらけの撮影会を終え、花織を後に。本日は小田原が目的地、そこでレンタカーを返却して旅は終わりです。とはいえまだ今日は始まったばかり。まずは箱根駒ヶ岳ロープウェイに行きます。箱根駒ヶ岳はこの旅で訪れる最後の富士山観測場所です。見られるといいですね。そうですね、あれだけ見たがってた F のためにもぜひ綺麗な富士山を見たいものです。ロープウェイ到着です。登っていきましょう。めっちゃいい天気なので山頂からの景色も期待できそうですね。本当ですね。ところで駒ヶ岳って名前の山って日本中にありません？そうですね、20座ほどありますね。思ったよりも多かった。山の形や山に残った雪の形が馬に似ていることから駒ヶ岳という名前がついたとの説があります。馬ですか？最近ハマってます。絶対そっちの方じゃないです。山頂です。あの建物は何ですか？あれは箱根神社の奥の宮ですね。じゃあそこを目指して歩いていきましょう。駒ヶ岳からだと芦ノ湖の形がはっきりわかりますね。これは絶景ですね。ただ雲がなければこの方向に富士山が見えます。結局綺麗な富士山が見えたのはキャンプの朝だけだったか。富士山を見られたのが1回だけなのは F さんにとっては残念でしたね。やつはあそこでタバコを吸ってますが、ちょっと吸いすぎじゃないですか？好きあらば吸ってました。箱根神社の奥の宮は箱根元宮と言いまして、ここ駒ヶ岳山頂の標高1356m の場所にあります。風は強いですが涼しくて夏にはぴったりなスポットですね。あ、御朱印帳忘れてきました。え、また忘れたんですか？箱根元宮の御朱印がいただけませんよ。また車の中に放置したままです。せっかく今日は宮司さんがいる日なのに。どういうことですか？宮司さんは土日祝日と毎月1日、24日に箱根元宮におります。これらの日でないと箱根元宮で御朱印はいただけません。まあ日によっても変わるらしいんで、確実に御朱印が欲しい場合は問い合わせた方がいいみたいですが。え、じゃあ今日は宮司さんいるじゃないですか。やっぱ御朱印帳持ってくればよかった。そしてロープウェイで踏みとまで下り、箱根神社へやってきました。森の中の神社って良いですね。箱根神社は757年に建立されて以来、源の頼朝をはじめとした関東の武将に信仰されてきました。目の前は芦ノ湖、そして後ろに駒ヶ岳。こんな風光明媚な場所に神様がいると考えるのも納得ですね。今でもこうして多くの人に参拝されていることですし。そして御朱印をゲット。ここはシンプルな御朱印ですね。最後に芦ノ湖に浮かぶ鳥居見に行きましょう。見に行きますか？もちろん有名な場所ですし。じゃあ並ぶしかないですね。めっちゃ混んでる。ではレンタカーを返却しに小田原へ。ちなみに湖の方へ近づくとこんな景色です。混んでなければ男3人でスリーショットを撮りたかったです。桟橋が割と狭いので3人は難しいかもですね。ところで箱根元宮の御朱印ですが、箱根神社で箱根元宮に参拝した旨を伝えればいただけるとの情報を入手しました。え、その情報もっと早く欲しかった。まあまた箱根に来る楽しみが増えたということで、昼ご飯を何か食べましょう。そうですね。というわけで小田原のカフェでランチを取り、その後鈴なり市場へ。小田原といえばかまぼこですね。レンタカー返却前に何かお土産を買おうということになりました。見たことないようないろんなかまぼこがあって、見ているだけでも楽しいですね。ここは鈴廣かまぼこの本店ですからね。あ、そうなんですか。知らないで来たんですか？こういう市場って活気があってエネルギーがもらえる感じが好きです。あ、わかります。他の人の会話が聞こえてくるだけでなんだかワクワクしますよね。ところで何かお土産は買ったのですか？はい、北海道の実家にかまぼこ一式を初中見舞いののしをつけて送りました。いいじゃないですか。のしをつけたら何かお返しを送ってもらえるかなと思いまして。うわ、下心満載ですね。ただ特に何のお返しもありませんでした。くさ。その後自分たち用に買ったかまぼこを男3人で食し、レンタカーを返却しました。もう、あなたの顔ほとんど隠れてないですよね。
そして小田原駅でおのおの解散。あとは家に帰るだけですね。4日間の旅も気づけばあっという間でした。グループ旅ならではの楽しさが詰まった4日間でした。一人旅も良いですが、こういうのもやっぱ楽しいですね。そうですね、集まれる時はまた集まってどこかへ行きたいですね。以上、3泊4日ドライブ旅でした。ご視聴ありがとうございました。